今回斎藤佑樹のハンカチ物語実況7回目は今季8試合目の登板になります西武戦をプレイしていきましょう。現在のマー君と斎藤の成績はこちらになりますね。まだまだ差があり、そもそもまず斎藤は防御率を4点台そこまで戻さないと1軍で投げていいレベルのピッチャーじゃないからね。7点台とか信じられねえよ。まあでもね、5月入って2試合投げて2勝ですからね。2連勝中なんだ。まだ負け知らずですから、この西武戦ではどうなるか。これまた地方球場での対決なんだよね。もう勘弁してほしい。なんでこんな狭いところで斎藤を投げさすんだよ。まあでも来ちゃったもんはしゃあないからしっかりと投げていくよ。うわぁ、牧田との投げ合いがこれちょっときつそうだな。いや、前回やった時は援護があったから勝てたからね。今日もたくさんの援護入ることを信じて、そして QS を目指してやっていきましょうよ。今んとこ、前回勝ちましたけど QS は達成してないですからね。うん。で、今んとこ5月は QS1 個のみかな。最初の試合のみだね、多分。しっかりと抑えていかないとね。おぉ、初回から、おぉ、3点ありがとうございます。もう早いこった。前回同様、たくさんの援護くれるらしいね。なら、斎藤自体は前回のようにならないようにね。けど4失点で勝ちがついてもそれはあまり評価されないからね。今日は無失点でいこう。いきなりおい、サウトいただきました。ごっつぁんです。源田初球打ちありがてえ。ああいう凡退をしてくれてたら斎藤も完封いけるんだけどな。スタミナがないからね、やっぱ球数使うとなかなかね無理だし。さあ、簡単といって2アウト。マジか、簡単にいけすぎだな。ただ簡単にいってるとドカン一発あるからね。ここはよし、いいぞ。で、外に逃げるシュート。振れ。振らないか、さすがシーズン最低アンダー男だ。フォークだ。のほほ、それまで見るなよ、お前。投げる球ねえぞ、こうなると。どうだ正面。よーし。えい。相変わらずの守備のうまさだね。よし、初回はゼロ。いいピッチングができたね。さあ、2回は援護なしか。3点だけとちょっと寂しいからね、もっと取ってほしいんだよな。贅沢ですからね、サイトはね。ボンボンですから。どうだ、ファール。で、インハイシュート。おー、ストライクでいいんじゃない。ハンカチパンがちょっとやってほしいわ、審判ね。ダルストライク入れてほしい。で、中村ね。おっと、初球打ちだが、これも抑えて、2アウト。よっしゃ、結果的にここまでテンポよくいけてるよ。メヒア、今季1本ホームラン浴びてますからね。要注意だよ。外逃げるカッパーどうだ。おっと、当ててきたか。行こう、行く、行く、もうこんなんただのフライやん。なんだ、飛距離94メートルのホームランって。ふざけんじゃねえ。もうこれがあるからここでやりたくないんだよ、もう。お前、こんなん今季の最小飛距離ホームランっしょね。間違いねえよ、お前。いつの時代のホームランやねん、こんなんね。いや、もう、竹城じゃん。思いっきりライトフライですよ、こんなもんはね。ただこれ、ふらふらと上がって入るからね。この球場の怖さだよ、もう。それはもう、バッターでやってる時は、この球場はほんと来たらテンション上がるけど、ピッチャーでやってる時はテンション全然上がらないのよ、こういうホームランがあるから。第4球を。もうあれはちょっと残るんじゃないですかね、記録にね。最小ホームランですよ。20世紀最小ホームランじゃないですか、飛距離はね。最悪だ、事故だと思う、あれはね。あ、追加点取ってくれたしね。どうだ、あー、これ取れないか。あの事故ホームランをもう一度浴びないようね。いや、中原、お前、この男がね、2017年ブレイクなんだよな。いや、去年も確か打ってたんだよね。ここはシングル打たれる。つながれたぞ、お前。ヒット打たれるとスタミナの消費も激しくなるからね。長いイニング投げ切るためには。うわー、行かないのダメだ、お前。連打連打連打じゃねえか、お前。一つのアウトも取れず2失点目。援護が全て台無しになるね、このままだと。あかんあかんあかん、何しとんねん。一つはアウト取ろうよ。うわー、もう盗塁で来るわな、これ。余裕でセーフ、完全に盗まれてる。もう止めないとね。当ててファウル。くれ。なんか見たまないんだよ。なんかここくれよ。弾き返されてどうだ。もう怖いわ、本当に。打たれるたびにビクつくぜ。なんで振らねえんだよ、本当。打ってくれ、投げるたまないよ。うわ、もう結果フォアボール、ランナー満塁で秋山だよ。一気にクソ化してんじゃねえかよ、本当によ。これもうこれ以上失点やりたくないもんだ。
イミング切り抜けられるか。中身勝負だ。外れた。ボール。カウントワンボール。クメアローダフォーク。なあー、もう肝心の球が全部外れてる。投げた。あら、弾き返された。あー、終わったねこれ。もう連打連打連打の中でもう時刻にはまった。もう抜け出せない。うん、あり時刻というやつですよ。もうこれ無理だよ。もうボッコボコにされるだけだろうね。援護が全て台無しになるね。仕方がない。今日は大炎上のうちに来た。抑えるすべなし。ほらね、もうこういう今日はこういう一日ですから。何失点するんだろうね、ここから。はい、4失点目。援護を全て台無しにしましたね。で、一つのアウトも取れずに、これだからね、全てあのメヒアの自己ホームランから始まったよ。うーわ、これも落ちるな。はい、連打連打連打。何連打これ。6連打ぐらい続いてるでしょ、もうね。逆転。あ、ここで帰られたね。後続を抑えてくれた。ありがたいね。ありがたいけど、全然いいピッチングじゃないけどね。もうマー君無理ですわ、これ。やめようやめよう、諦めよう。なんだ、マー君こうやって鼻からできねえことするんじゃねえよ。できねえのにね、目指すっていうね、バカでしょ。いい、斎藤の負けは消えたからね。はい、チームは結果的に8対6、大量援護のおかげで勝てたよ、お前。大谷翔平が決勝ツーランホームランっていうね、素晴らしいわ。これが本物。偽物は誰かと言われればわかるだろ。はい。ひどいわ、もう何連打。てか、後続よく抑えられたな、あれ。ノーアウトランナー満塁からその後失点なしだからね。すごいよ、俺、斎藤のピッチングなんよ、これね。2回投げて被安打7本ですよ。もう効率よく打たれすぎたね。全部繋がれてですから。うん。で、失点自責は5、後続多い。すごいわ。あの後ゼロで抑えて、その後3回も投げてるからね。クソみたいな先発の尻拭いを完璧にできてるっていうね。尊敬に値するよ、ほんと。ちょっと相手の攻撃見ていこうか。ね、2回の攻撃。1回、良かったんだけどね。あ、3回の攻撃ですね。2回も自己ホームランがあったけど、結果その1点だけで抑えたんだが、これ木村のヒット、山川のヒットかな。源田のヒット、ほんで栗山フォアボールで、秋山ヒット、浅村ヒット、中村ヒット。しかし後続は、ね、抑えてくれたおかげで5で済んだだけで、もう10、あのまま投げときゃ10、20、30、40、50。いや、50いってたよ、ほんと。日本プロ野球の記録を更新してたのもね、最多得点。1イニング最多得点の方も更新されてたと思うよ。もう抜け出せなかったからさ、ほんと栗山監督には感謝だよ。で、後続のピッチャーだよね。はい、またまたクソ試合となりましたね。でも仕方がない。これが実力だからね。どうしようもないって感じ。はい、もう今回の実況は1試合のみのプレイなんでね。はい、もう残る結果見ていきましょう。クソみたいな試合になって申し訳ないね、ほんとね。はい、ソフトバンク戦チームは7対4で勝ってるね。もうごめん、打撃陣はほんとエンジン全開ですから、打ちまくりなんだ、止まらないんで、ね。だから斎藤の負けも消えたし、援護も最初入ったんだよね。まあ、それを全て大安心したのが斎藤佑樹ですけどね。さあ、お次の試合、面倒さと千賀の投げ合いだ。どうだ？あー、チーム3対2で破れるわな。まあ、そりゃ千賀ですから、そんな点は取れるわな。あれが本物のピッチャーだよ。誰が偽物かわかるだろ。さあ、最後の試合になるかな。ソフトバンク戦。斎藤、この試合に登板しなくてよかったね。してたら、西武打線にボコられるくらいですから、どうなるかみたいなくらい、みんなわかるだろ。フルボッコ中のフルボッコですよ。まあ、間違いないって感じ。さあ、どうだ？今日の試合は。おー、2-0 完封、高梨、すげえ、斎藤にはできないことやね。楽しくなってくるよ。若い者がみんな頑張ってんの、一人だけ置いてけぼりのやつがいるからね。あの、妙に年食ってるし。最悪だね。こんなやつ、もうオーナーに好かれてなかったら確実に2軍行きだよ。でも、オーナーに好かれてますからね。その権力を使って今1軍にいますから。へえへえ。これからも1軍にいますよ。落ちることないからね。このシリーズはね。ずっと1軍で使っていきたいと思います。さあ、セバ交流戦がこれから始まるらしいですね。パリーグ相手に防御率は7点台。これで8点台になったかな。はい、そんなクソみたいなピッチングをしてる斎藤佑樹さんですが、この試合ではどうなるか、このね、交流戦ではどうなるか、しっかりとしたいいピッチングをしていかないとね、次回の実況からこの交流戦をプレイしていこうと思いますので、お楽しみに。さあ、じゃあ、最後ね、斎藤佑樹の成績を見て終了といきましょう。ほんと今回も短い動画になり申し訳ないね。一試合丸々長い試合やりたいんだけどさ、あんなボコられたらそりゃこうなるだろ。うん。はい、斎藤佑樹さんの防御率現在は 8.16 ですね。はい、ひどいですね。まあ、これ日ハムの悪いものが全部これだと思ってください。他のやつはいいですからね。はい、防御率 8.16 で32イニング投げて2勝5敗。負けは回避できたわけだ。うん。で、登板8試合で完封完投なんて特になく、そして、QS も3つのみ、 HQS なんて当然なく、三振も12個。三振率がひどすぎるね。全く通用してないのが出てるよ。ほんで、あの自己ホームランね、おそらく最多飛距離のホームランですよ、この2000年に入ってからね。あんなホームランなしだぞよ。9本浴びてますからね。
で、ビップは 1.84 ですね。はい、対して、まあ、勝手にライバルだと思ってるマー君の成績見ていきましょう。どうだ？おい、さすがマー君だね。防御率 2.80、61イニングを投げて3勝4敗ということになってますよ。まだ負け越してるんだね。おい、すごいね、これね。QS も7個。投げた試合ほとんどでもう QS 達成しますから、HQS は3つか。で、ウィップとか見ていくと、1.21 だね。マー君はだんだん良くなっていってますよ。まあ、本来の実力の、その成績戻ってるというかね。斉藤は、まあ、同じまんま。ずっと低いとこにいる。まあ、それも実力通りだからね。だから今、ところは能力通りの互いに成績になっていってるって感じだわ。斉藤はこれからさらに落ちていくんじゃないかな。はい。でも、このシリーズ、2軍に落ちることは何度も言いますが、ありませんのでね。はい、交流戦もいいピッチングできるように。いや、違うね。交流戦こそはいいピッチングできるようにですね、斉藤を使って今後も引き続きやっていきたいと思います。確かに序盤は悪い。ただ、ここからマー君に追いつくこともまたできると思いますので、あ、俺があくまでも思ってるだけだからさ、結果どうなるかわかんないよ。でも、頑張って追いついていこうと思いますので、今後の実況もお楽しみにね。グググググッバイ、また会おう。